ゾウは決して物を忘れないとよく言われますが、この堂々とした動物は単なる巨大な歩く記憶装置ではありません。ゾウについて深く学ぶにつれ、その優れた記憶力は、ゾウを地球上で最も創造的で社会的な優しい動物たらしめる優れた知性の一つの側面に過ぎないことがわかります。このゾウの記憶に関することわざは、他の多くと違い、科学的に正しいものです。象は群れの仲間たちを全員覚えており、 三十頭もの仲間を見た目や匂いで見分けることができます。これが役立つのは群れで移動するときや敵意を持ち得る他の像に遭遇したときです。象は危険を知らせる兆候を覚え見分けることができ、ずっと前に行ったきりの重要な場所を思い出すこともできます。しかし生存に関わらない記憶は一層興味深いものです。象は自分の群れの仲間だけでなく強い印象を残した他の生き物のこともよく覚えています。 ある例では、ほんの短い期間、一緒に芸をしただけの2頭のサーカスの像が23年ぶりの再会に歓喜しました。このような記憶力は他の像に対してだけではありません。像は深い絆で結ばれた人間も何十年も経った後でも見分けます。これらはすべて像の記憶力が刺激に対する反応以上のものであることを示しています。像の頭の中を覗いてみると、その理由がわかります。像は陸上の哺乳類の中で最も大きい脳とともに、 高い脳化指数 EQ を誇ります。EQ とは動物の体の大きさから期待される脳のサイズに対する実際の脳のサイズ比のことで、ゾウの EQ はチンパンジーに匹敵します。進化系統は人間と遠く隔たっていますが、中連進化のためにゾウの脳は人間の脳に大変近いものとなり、人間と同じくらい多くのニューロンやシナプス結合、高度に発達した海馬と大脳皮質を持っています。海馬は思い出す助けになる感情と強く結びついていて、長期記憶の中に 重要な経験を刻み込み込ますこの重要な事柄を見分ける能力が、ゾウの記憶を、機械的な記憶以上の複雑で順応性が高いものにしているのです。幼い頃に干ばつを生き延びたゾウは、大人になってからも危険を示す兆候を認識することができ、年笠のメスのリーダーがいる群れで生存率が高いのもこのためです。あいにくなことに、ゾウはこの記憶力ゆえに、人間以外で唯一、心的外傷後ストレス障害に悩まされる動物です。 その一方で、大脳皮質によって問題解決が可能になり、象は様々な創造的な方法でこの能力を発揮します。象はまた協力して問題に取り組み、時には研究者を出し抜いて他の象を操ったりもします。象は基本的な算数を理解し、2つのカゴで何度か果物を出し入れした後に、どちらのカゴの方が多いか言い当てることができます。この稀有な記憶力と問題解決能力の組み合わせから、象の賢い行動の説明がつきますが、 私たちが学び始めたばかりの像の心理については、まだまだわからないことがあります。像は意思疎通のために、身振りや鳴き声から何キロも伝わる人間には聞こえない超低音まで、あらゆるものを使います。構文の理解力があることから、像は独自の言語と文法を有すると考えられます。この言語感覚は単なる意思疎通にとどまりません。像は慎重に様々な色や要素を選んで組み合わせてアートを作ります。 象はまた十二音階を聞き分けてメロディーを再現できます。実際に象のバンドもあるのです。でももしかしたら象の一番素晴らしいところは、知性よりも重要な能力かもしれません。共感する力、板的性質、そして正義感です。象は埋葬をしたり、墓前を訪れたりして、死者を痛む人間以外で唯一の動物です。象は他の生き物にも思いやりを示します。 ある象は作業中に、犬が眠っていた穴に木材を置くのを拒否しました。また、負傷した人間に出会った象が、その人を守り、鼻で優しくいたわることもあります。一方で、象が人間の村を襲うこともありますが、大抵大規模な密漁の後に起こるので、復讐と考えられています。こうした様々な証拠や、鏡に映った自らの姿を認識できる数少ない生き物であることを考え合わせると、 ゾウは意識や知性そして感情を持った動物であるという結論は避けられないでしょう残念ながら人間によるゾウの扱いはこの事実を反映していませんアジアでの生息地の破壊やアフリカでの象下の密漁そして世界の至るところでゾウは囚らわれ虐待されていますゾウについて今分かっていることやゾウが動物の知性について教えてくれることを考えると世界という大きなキャンバスからイギリスの詩人 ジョンダンダが自然の偉大な傑作とした像が消えてしまわないようにするのは一層重要なことですご視聴ありがとうございますこの動画が気に入った方は「登録」をクリック毎週新たな学びとの出会いがあります